はよう。そう、めっちゃ久しぶりかも、ショールーム。おはようございます。おはよう。ということで、メイクしてくねね、YouTube 配信ね、そういうの。おはようございます。今日も眠いね。ハロー皆様。全然配信できてなくてごめんなさいね、本当に。ありがとうございます。いっぱいなんか。こんにちは、久しぶりだよね。かわいいですか。手がずっと玉ねぎの匂いするんだよね。巨大富豪やるよ、多分。多分やるんじゃないのかな。やると思います。みんなに見せたいんだよね、花が痩せたっていうことのさあやつを。ちょっと見てください、本当に。なんかこれ見て、見える？見えた？お腹バンされない？これガチでさ、違うの。なんかね、最近痩せたから、ズボンがね、なんかちょっと緩くなってきちゃって。顔が何？動いてますか？動いてない。動いてる。そう、なくなっちゃう。もうない。でもなんかそのこれも買わなきゃなのか。なるほどね。うわ、出てきた。どう、顔はそんなしてないけど、どうかな。出しすぎた、マジ絶対出しすぎたんだけど。すごい、なんか「こんにちは、お久しぶり」ねえ、これ絶対出しすぎたじゃん。無理、ちょっと赤いとこ袋さんですよ。やばいやばい、これは。そう、顎がね、顎が浮いてきた。塗り切れるかな。ちょっとか
あのさ、塗りすぎたよこれさやばいじゃんね絶対に。何で伸ばしましょう。あー、お腹すいた。今日の朝はパン食べました。パン、パンに目玉焼きのせて食べた。え、真っ白になっちゃった。マジお腹空いたんだよね。昨日の夜さ、これはなんか別の、あのファミマにも売ってん、あ、ファミマとセブンに売ってる。でこれはファミマだけど、みんなよかった、ありがとうね。これはファミマなんだけど、あのセブンにも同じようなの売ってて、めっちゃ最近美味しいです。なんか花の大学の友達さ、こうやって顔だけ白い人めっちゃ好きじゃないんだって。なんか体はあんまり白くないのに、え、顔の色と首の色が違う人がなんか好きじゃないって言ってて、今それだよね。やだ、ここにも塗っちゃえ。変わんない。いや変わる、やだ嫌いになられる。なんか花が顔白くなる化粧品欲しいんだよねって言ったら、でも私白浮きしてる子嫌いって言われちゃった。こんにちは。分からん、首は塗ってなかった。いつも着きました。せーの、明日ね、久しぶりに会う友達に会うんだよね。でも何しようか全然決まってない。高校の友達なんだけど、そう、厚木市に見える。そうなんだよね、高校の友達なんだけどさ、なんか別のところに住んでんだよね今。なんか岐阜じゃないとこ。わ、ちょっと待ってね。オッケーオッケー妹に呼ばれた。友達来てないよ、妹。妹お盆メイク、なんかメイク変わったやつやってみる。いいよ、いつもと違うメイクする。妹、妹。塗りすぎたかも。妹と声確かに似てないかも。例えば今度青木理香さんと「いいじゃないよ」なので聞いてください。
何曜日か忘れちゃったんだけど。ファイルクラウディングです。なさすぎるので一旦木曜日か、木曜日らしいです。どうしよう、今日何のメイクしよう、どういうメイクしよう。なんかさ、公演の時はメイク濃くなるんだけどさ、なんもない日薄くなっちゃうんだよね。なんもないっていうか公園、はい、カラコンしたいな。カラコンさ、この間そのユニバ行った時につけたんですよね。そのユニバとか大阪行ってた時につけたんですけど、マジでなんか顔がカラコンつけるだけで違った。カラコンつけるだけで可愛くなったですよね。だからカラコンつけたい。大丈夫かも。マジでバブル皆さん撮ってくれてますか。ギクって感じ。カラコンね、研究生あんまなんだよね。あんまというか、うん、バブル面白いよね。ぜひ迷ってる方がいたらバブルぜひ撮ってみてください。面白いので。バブルね、みんなどんぐらい送ってるの。動画？でも最近メイクしてなすぎて撮れる動画がない。昨日さ動画送ろうと思ったんだよね、初めて。だけどなんか送ろうと思ったらアプリが落ちた。チャレンジしてたんだけど何回もやっても何回やってもアプリが落ちるから諦めたんです。
そんないっぱいみんな。なんかまあ私時間の使い方が下手くそなのかな。全然送る時間ないんだけど。写真いっぱい来るの。なんか写真は撮るけど。修正がない。キュウリ。うわっ。まあでもじゃあ頑張ります。ご飯ね、最近普通に食べてないからかも。そんな大したもの。確かに動画バブルしかないね。うわびっくりびっくり。イベントで、うん、ね、ボイスばっか送っちゃってるよね。ね、ボイスが楽しいんですよね。え、ないんだけど。なくなった？日中なってないよ。出なくなってきた。でなんか返信すぐ届くのはいいよね。なくなった。これやる気もなくなっちゃった。めんどくさいな。いいか。あ、あったあった。いっぱい入ってるやつなくなったかと思った。
返信に返信は本当にたまにしてるかもね。3通しか送れないんだね。どういう感じなのかあんまり分かってないけど、あっちあのそのみんなから見えてる方がどんなもんか分かんない。24日？本当？そう。スタンプあるね。確かにスタンプある。LINE みたいだよね。茶色にしてみようかな。当たるぜ絶対に。やっぱ3通しか送れないから苦しんでるんだね。ね。確かに気軽に返信はかなりいいこと。着いたぜ。多い方、多い方らしいよみんな。私、コスプレするんだ。うわっ、いいじゃんコスプレ。あのコスプレね。どうしよう、どっちも着た方がいい？生誕って。どっちも生誕ティーの方がいいの？決まってない全然。あ、なんか2日目は部によって変えれるかもね。ワンちゃん2日目はさ連続じゃないよね。ねえ、なんだっけ、部がさなんか2日目、あれじゃない、ちょっと離れた部じゃない？
確かに。コスプレ衣装。ね、土曜日はそのままで、そうなの、そうなの。土曜日はそのままで、日曜日だけ違うんだよね。謎だよね。帰る時間が遅い。なんかもともとは来る時間朝早くて、土曜日に行く時間が早くて帰る時間も早いって感じだったんだけど、土曜日に行く時間早くて日曜日に帰ってくるのが遅いっていう、一番長い間幕張に滞在する組になってしまった。だからさ、電車帰りあるかなって思ってんだけど、普通に分かんない、何時に帰れるのかあんまり分かんないんだけど。ねみゆちゃんとね、そう、幕張の主になるかも。ねえ、私あるのかな終電。困ってる、本当に。ちょっと大丈夫なのかしら。なかったらどうなるんだろう。あそこ泊まるしかないかな、寝カフェ。ゴブに来てくれる？ああ、泊まって帰る幕張に。確かにそれもありっちゃあり。嘘だよ、久しぶりだよ、花配信。ちょっと待って、もうメイク何が何だか分かんないぜ。いいなぁ泊まり。めっちゃギリな気がする、帰れるの。こないだのさ、なんだっけ、東京ゼップ羽田もさ、マジギリギリだったんだよね。結構分かんない、幕張最後って何時でもあるんだっけ。8時に終わるのか。あ、じゃあ行けるかも。全然行けるかも。それなら、え、ブラシがなくなっただと。もういいよ、ちょっとね、帰れるか確認しなきゃね。
経験者に聞いてみようかな。キュンラブ。うわっ、ちょっと髪の毛ミスった。うわー、ちょっと前髪にかかりすぎ。9時くらいの時間。9時ってことはそっから1時間半ぐらいかかるってこと。何しよう、これ以上。あ、まつげ。かきれなか、確かに。今日は多いしね。この間さ、大阪行った時にカラコンつけてたんだけど、なんかマジ久しぶりのカラコンすぎて目がめっちゃ疲れて、あのこれで公園出るのマジきつってなりました。そのコンタクトも普段つけてないからだと思うけど、そう、わかんない。普通のコンタクトつけたことないからわからないです。まつげめっちゃ抜けるんだけど、なんで。こんにちは。これで固めてしまえ。こんにちは。上がってんのか、わかんない。上がってか。お昼ご飯。何も決めてないけど。でも悩んでる。今これが食べてんだよね。ちょっと待って、まつげが抜けすぎててやばい。スライユネッツ。セブンにも売ってるから、
セブンとファミマに売ってるよ。言うて辛くない。え、わさびのタコせんはもう無理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 。あれはね、やば辛いから無理。ちょっと本当にびっくりしちゃった。食べて日焼けしなさそう。本当マジ海行きたいけどさ、マジ海行きたいけど地震怖いから行けない。こんにちは。ねえ。日焼け？どんな感じだろう。え、宮崎の方とかいらっしゃった？いらっしゃる？ここに。めっちゃ揺れたよみたいな。そういう方々無事ですか？なんか神奈川も地震あったんでしょ。地震多すぎて怖いな。マジ南海トラフって怖いじゃん。ずっと来るって言われてたけど、ないじゃん。チリね、弱いよ。私社会科が全然できない人だったんですよね。大丈夫ですか？宮城いるの？確かに。ライブ配信何時からだっけな。
でもこれって公開されてる？公開されてた。じゃあ時間がさ、時間が言われてるものなのかなって。カメラ汚いかもな。ちょっと待ってね。何時入りとか言わないよ。おるおすすめですよ。カメラ汚いのかな。なんかあんま見えない。なんか今もかすん、なんか、なんか変。疲れたな。バブルで配信一回しかしたことないけど。ねえ、バブルは画質いいよね。日本人離れ？どういうこと？日本人なんですけど。結婚します。なんか寝たいけど、早くメイクしちゃったから寝たらなんか顔むくむし、メイクが崩れるんですよ。え、あ、本当？嬉しい。外人さんっぽいですか？本当に？いや、外国かも。なんかラメとかさ、あんまのしたくないけど、乗せなかったら、あ、本当だ、はい、乗せなかったらなんか地味かも、顔が。乗せようかな、一応。本当だ、12時だ。ここら辺に色にしましょうか。ねえ、土日時間違うよね。なんでだろう。わからない。謎です。なんかさ。確かに帰国子女だからかもしんない。どういうこと？帰国子女だから。あ、下まつげやってないわ。下まつげ
誰ですか、どなたですか。全然見えなかった。普通にでも時間変わったのはあれだと思うけど、一人あの愛不足？なんか急になっちゃった。生まれてないかな、わかんない。あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待ってくれていますが、最後まで笑顔で何度も振り返り遠ざかる姿に唇噛みしめた。お、来た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 。今は込み上げる好きな句の想いに、ああ。お、イライラしてきた。うん、確かに台風初めて聞いた曲なんだ。ユンラブー、台風来てるから涼しいのかな最近。
ちの涙袋がなさすぎて困ってる本当に。だからさ、こっちが黒いんだよね。え、でも最近なんか違う違う、涼しいっていうか風が吹いてるじゃん。吹いてない風。昨日は風吹いてたんだけどな。昨日夜とか涼しかった。なんかメイク下手なんだけど。無理無理無理。可愛くないんだけど、なんか、なんか茶色い。まあいいか、可愛いや。オレンジみたいな色。クリップめっちゃ汚いんだよね。何回拭いても激汚くなる。チョコモナカ食べたみたいになった？本当？なってる？どうですか？まあいいんじゃない？じゃあ髪の毛やります。今日のファッション紹介をしますね。温めてるうちに。めっちゃシンプル。こんだけ。今日はこんだけです。白の短い T シャツが欲しいんだよね。なんかさ、白 T とかに、そう、ちょっとね、私今日はヒール履こうと思ってるよ。なんか白 T ね、普通にジーパンで決めれたらもうそれはかっこいいと思うので。これ短いです。みんなお値段とかじゃないですよ。自分で今日見に行こうかなとか思ったりしてる。なんかこの
白 T をかっこよく着こなせたら一人前みたいなとこあるじゃないですか。そういう風にできるようにしたいんですけれども、ヒールかな今日多分。うん、今日白 T 買ってるんだなって思いながら仕事してください。あとジーパンも欲しい。なんか明日その久しぶりの友達に会うから雰囲気変わったねっていう言われるの狙いで、ふう、そういう感じの服が欲しいです。白着てる人かっこいいよね。最近なんかね、やっぱ大人になってきたのかな、かっこいいのが好きなんですよね。だからなんか短いのもなんかジーンズの短いスカートとか欲しいかもって感じ。とかショーパン、普通に短いズボンのとかが今欲しいから、夏だしね。ね、だいぶ変わったよね、わかる。そう、なんかだからね、私あんまなんかその長続きしないんだよファッションが。なんだけどこれはちょっと長く続きそうじゃない。そう、なんかカジュアルっていうか、なんて言うんだろう、戻りはしないかも。もうだってもうフリフリとか一周して戻る頃にはさ、フリフリが着れる年齢ではなくなってるから、長続き、なんていうの、系統いつも定まんないんだよね。あのなんかさ、例えば誰だろう、誰が定まってるかな、なんかこっちゃんとかって好きそうな服が一発でわかるじゃん。さつきちとか、これこっちゃん好きだろうなっていうのとか、これさつきち好きだろうなっていうのとか店見てたらすぐわかる感じなんだけど、なんか誰々といえばこんな感じの服みたいなのが私があんま定まってないっていうか、どんなのでも正直着るから、あんまり、髪めっちゃ伸びたんだよね。切った方がいいかな、わかんないね。
広く対応できるくらいできる人間になりたいと思います。でも普通に最近は好みじゃないからフリフリはあんまり買ってない。人がね着てるの見るの好きなんだけど、フリフリが自分が着るとなんかねちょっとピンとこないと言いますか。あとフリフリ着るとなんかね最近恥ずかしくなってくるんだよね。でもアイドルだから許されちゃうんですけども、何歳までもフリフリが切れますね。じゃあ28とかに弟はね、でも花はと選んでるから大体なんかあれね、白天使可愛かったよね。あれ可愛い。あんま耳かけるのもね好きじゃないんだけど、じゃないからあんまやらないんですけど、好きじゃないっていうか最近の好みじゃないってだけだけどさ。マジ最近本当に変わった自分が。マジで他人だと思う。クラゲヘア、わかんない、ね、黒髪だ。そうでしょ、白 T ね。どういうこと、女心とどっちが変わった。なんかねすごいね、地元でいる時の恥じらいもどん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 なくなってきて本当にやばいかも。普通にファンの人が地元にいたらえってなると思うくらい。なんかね、あのじゃがりこ T シャツあるの知ってる？みんな。私がさパジャマみたいな感じでじゃがりこの T シャツ着てんの知ってる？ね、そう、緑のじゃがりこの T シャツあるじゃん。あれを普通に外に出かけるときに着れるようになってる。外に普通に着てくの私あれを。本当？え、そうだよ、足はクロックスだよ。もちろんクロックスにじゃがりこ T で行ってんのね。終わりじゃんって思って、それで銭湯に行ってるの。なんか全然地元での人の目を気にしなさくなりすぎて。可愛いかな、ありがとう。
ばいかもって思ってきてる最近で、なんか友達に言われて気づくの。え、グッズ T シャツは別に大丈夫だよ。それは銭湯ね、マジ帽子かぶってじゃがりこ T シャツで下もジャージで行ってる。コンビニ袋始まっとる。うわこの間弟がさ、弟と妹と3人で遊びに行ったっていうのをさ多分話した、バブルかメールとかでも話した気がするんだけど、まあ遊びに行ったのね3人で。そしたらさ弟がさなんか香水が欲しいとか言い出して、ジャガリコは買いません？香水が欲しいって言い出すなんてさねえ、どんだけませてるんだって話。え、何時までしよう。じゃあ半までにしよっかな。25分ぐらいです。そうで一緒に匂い選びに行ってさ、でもさそういうのってさ小学生とかさ好きじゃないじゃん。だからさ妹にさね早くしてよとか言われながらさ一緒に匂い嗅いでさ、これがいいんじゃないこれがいいんじゃないとか言って、さあご飯もまあ 花がいるし花のおごりでいいよって言ってしゃぶしゃぶ食べに行ったんだけど、普通にあれよチェーン店のねしゃぶサイかしゃぶヨーかどっちか分かんない、サイかななんだけどさ3人で6000円とかしたんだよね。そのもん今そんなもんか。え、でもさしゃぶ用もあるけどしゃぶサイもあるよね。 JD だよ。そうじゃがりこちの花のもうそっとしといた方がいいかも。別に声かけてもいいけど、もし地元にたら、え待って、でも地元でその格好してるって言ったら地元がバレるってこと。地元以外でもしてるって言っといた方がいいかな。そう姉やってるんだよね。じゃがりこなんかもんじゃみたいな味あるじゃん、期間限定か分かんないけど明太もんじゃみたいな、あれ美味しいよね。普通のも好きだけど、あじゃあ名古屋でじゃがりこティーの花を見たら声かけていいよ。だけど岐阜県でのじゃがりこティーの花はダメ。あ、いいんじゃないですか。こんな感じで出来上がりです。倉本花今日の統治法倉本花今日の
どうでしょうか。電車乗れるっしょ。今後岐阜では着ない方がいいかも。いいね。美しいの方が最近嬉しいです。美しいっていうか綺麗の方がうれしい最近は。やっぱ大人になってきましたからね。すごいね。なんかみんなは私の大人から、うん、子供から大人への入れ替わり期間を見たってことですね。そういうことです。見たことない。嘘、いるってば。よかった。そう、もう二十歳になるんです。あ、壇上読もっかな。13位ウエミン、ありがとう。12位サトちゃん、ありがとう。11位ダンディ、ありがとう。10位オレンジルート、ありがとう。9位ヨッシー、ありがとう。8位マキアート、ありがとう。7位コウちゃん、ありがとう。6位タヌキ、ありがとう。5位ハナアットマークお花組、ありがとう。4位ポンスンアットマークお花組、ありがとう。3位ロッドシフトアットマークお花組、ありがとう。2位アットマークデミキン、アットマークずっと愛してる、ありがとう。1位タケ、ありがとう。87位は近いし近いし、ありがとう、ありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。久しぶりの配信でごめんなさいね。楽しかったです、久しぶりに。じゃあ今日は大富豪の配信がありますので、大富豪を見てください。一緒にやりましょう。それじゃあね、バイバイ、まったな、バイバイ、バイバーイ。